ファティスルタン・メフメット・モスクファティスルタン・メフメット・モスク別名ファティ・モスクはアルバニア・シュコドラの近くのロザファ城内にある13世紀の建物の遺跡であるこのモスクはオスマン帝国がアルバニアを支配していた時に彼らによって作られた1980年代に行われた考古学的研究によると建物はもともとキリスト教の教会で1300年頃に建てられ 聖ステファノにちなんで名付けられた。建設年の推定は用いられている、建設技術が典型的であった時代に基づいている。モスクへの改築は1479年に行われ、メフメト2世、ファティスルタンメフメット、征服、サルタンメフメットにちなんで解明された。この教会及びモスクの遺跡には、立カミフラーブ、大きなミナレットの遺跡がある。 ファティスル・タン・メフメット・モスクは、シュコドラに中世から残る数少ない建物の一つであり、エンベル・ホッチャの独裁時代にシュコドラの36のすべてのモスクが破壊された際に、一部にしても残存した唯一のモスクである。部分的に、米国の支援を受けている、このモスクを元の教会の状態に復元する計画については、シュコダルのイスラム教徒のコミュニティが好意的ではなく、 米国大使のマーシー・リース氏は、プロジェクトの資金調達を再評価することを約束した。ニコリー、ファマイラ、キシャコミー・エヌ、コレイン・イー、シュコドレイズ、メキシー、イッシュとキッシュ、ティー、ベヘット・ムゼ、クッシュ・パーダー・フェネ・ピ R、アール・シェア、エス・ベソン・エヌ、ペレンディ、ボール・カン・ウェブ、HTPS、 w w w b o l k a n w e b c o m 記者コミーネコレイニーシュコドレイズメキシー一種とキシュテベヘッドムゼクシュパーダーフェネパーシェアスペソンネペレンジ2018年11月9日閲覧 A.B. マッチル・キールリサーチ・センター・フォー・イスラミック・ヒストリーアートカルチャーエドオットマン・アーキテクチュア・イン・アルバニアイスラミック・アートシリーズバンド5230 ISBN 9290633301プレスリリース2015年1月6日閲覧 Wikimedia Commons にはファティスルタン・メフメットモスクに関するカテゴリーがありますありがとうございます